どうもこんにちは、今回はですねワークマンに行ってきました。ワークマンに行ってですね何か面白いものないかなと見てたんですけども、今回買ってきたのはですねこちらの靴です。こちらはですねアクティブハイクという名前の靴なんですが、一番のポイントはですね耐久性が高くて撥水加工もあるというところなんですけども、これをね選んだ一番の理由はね、靴底でした。こういったタイプのね靴ってねワークマンでねいくつか販売されてるんですよ。いくつか販売されているんですが、このね裏側をね触った時にねこれだけね異質でした。全く質感が違うんですよ。なんて言うんだろう、クロックスの偽物とかって裏側がこうペラペラだったりするじゃないですか。柔らかいって言ったらいいのかな、なんか妙に柔らかくてすごい素材が軽くて、そんなにねグリップ感もなかったりするんですが、他の靴もねそんな感じの質感だったんですよ。ただこれだけは異質で、ソールも硬いししっかりこう滑り止めがあるような感じもするし、なおかつ重量感もあるっていうことで、買うならねこれだなと思って今回はねこれを購入してきました。でこのアクティブハイクなんですが、色はですねブラックとリアルツリーというものがあります。リアルツリーっていうのがいわゆる迷彩みたいなやつですね。まあ、黒の場合はですねソールの部分も黒なんですが、このリアルツリーの場合はですね、ソールの部分が迷彩になってます。でいくつかね靴を見比べてたんですが、この裏側の迷彩もですね個体差があるようで、若干の違いがあるんでですね、その辺は、実際のものを見比べながらですね、選んでいくのがいいのかなと思います。機能的には全然変わらないんで本当見た目の問題ですね。で、サイズなんですが 24.5cm から、展開されてまして、24.5cm からですね 27cm までは 0.5cm 刻みで、サイズがあるんですが、 27cm を超えるとですね次はもう 28cm で終わりになります。僕は実際履いてみてですね、靴のサイズがだいたい 26.5 か、27ぐらいなんですけども、27を履いてみるとですねかなり窮屈でした。厚みがある靴下を履いてるっていうのもあったのかもしれないんですが、それにしてもですね左右、あと前後ちょっとね窮屈な感じがしたんで、28cm を買いましたが、試し履きをしてですね 28cm が僕的にはちょうど良かったですね。このアクティブハイクってもの自体がですね、登山靴をイメージして作られてるのかな、おそらくそういう用途なんだと思うので、そのホールド感があるとかちょっと窮屈な感じがするっていうのがですね必ずしも悪いことではないと思うんですが、撥水性もあるっていうことなんで、キャンプだったり釣りだったり、あとほんとちょっとした山歩きとかですね、そういった用途で考えればですね、必要十分なものなんじゃないかなと思います。裏側のソールがですね、厚い重たいみたいな話をしたんですけども、靴自体の重さはですね、普通のスニーカーの方がもしかしたらもうちょっと重たいんじゃないかなっていうような感じです。普通のスニーカーよりは軽いんじゃないかな。で、あとはですねやっぱり価格ですよね。価格がこれ1900円なんですよ。1900円なんで、履き潰してもねいいかなと思えるような価格だと思います。ワークマンでねいろんな靴、ありましたけども、今これからの時期ですよね、冬が終わって、春になってみたいな時期に、今ワークマンで売ってる靴で一番おすすめできる、僕だったらこれを買うっていうのは間違いなくこれでした。でこの靴はですね、決して防水ではないようなんですが、撥水ができるということで、ここですよね、ここの素材がこう前後左右に貼り付けてあるような感じなんですけども、これがコーディラっていうのかな、このコーディラっていう素材のようで、これがねどれぐらいで剥がれてくるかっていうのも、未知数ではあるんですが、言うて1900円ですからね、この価格でこの性能でっていうのはいいんじゃないでしょうか。はい、それではですね歩いてみましょう。実際に、26.5 か27センチぐらいの僕がですね28センチを履いてます。若干ねサイズは大きいので、かかとの辺がね若干動く感じはあるんですが、なんか靴ずれが起きそうとかねそういった感じではないですね全然。靴の後ろ側もですねクッション性が高いので、大丈夫でしょう。歩きにくいことは全くないですね。ここね、前にケベックネオっていう靴を、濡らすための実験をしに来たとこなんですが、これはね防水ではないんでさすがにちょっと川には入れないですけども、とはいえですね一応撥水加工がされてるんで入ってみましょう。ここぐらいまでだったら
大丈夫かな。水はやっぱ弾いてますね。全然この素材によって水は弾かれてます。ただ防水ではないからやめとこう。もうこれぐらいの浅瀬ならいいんじゃない。まあちょっとした水たまりぐらいだったら全然これで入れますね。こんな感じでしっかりと水を弾いてます。まあ防水性はね、この辺はまあ当然だとは思います。あの防水性のあるゴムみたいな素材が貼ってあるので、コーデュラでしたっけが貼ってあるので、まあこの辺の防水性は大丈夫でしょう。歩きやすさもね、申し分ないですね。でこの靴はですね、ちょっとあの特殊な作りになってて、いわゆるベロっていうところですよね。あそこが本体とね一体化してます。一体化しているので、まあ、よくありますので、こういうところを歩いてて、砂がどんどん入ってくるとか、砂って大体あのベロの辺から入ってきますけども、そういったこともね軽減されているようです。まあ、あの登山靴でもないし普通のスニーカーでもないしっていう感じで、結構立ち位置が微妙な靴だとは思うんですけど、僕らみたいなねキャンプをする人とか、そういう人にはね、水たまりも少々なら大丈夫だしってことで、結構ねおすすめできる靴なんじゃないかなという感じがします。さあ、ワークマンの公式サイトなんかを見てるとですね、この靴のね不評なところで滑りやすいっていうレビューがあったんですよね。なのでちょっとこういう風にね普通に街中というか家の近所を歩きながらですね、滑りやすいかどうかっていうのをね検証してみたいなと思います。なんかマンホールの上とかがね滑りやすいってなってましたね。まあ普通にこういうブロックというかその辺は問題なしと。でこういった鉄のところ、ちょっと水をかけながら行ってみますね。水がかかるとちょっと滑りやすいか。ちょっと滑りやすいのはあるかも。滑りやすいけど、でも滑りやすいな。確かに滑りやすいかもこれは。普通にこういうところ歩いてるのとやっぱグリップ力が全然変わってくる感じがしますね。さあ、どっかにマンホールがないかな。あとこういうところはどうだろう。こういうところは大丈夫か。お、マンホールがありました。マンホールがあったのでちょっとまあ濡らしてですね、滑る、これは滑るわ。滑りやすいと思う。なるほどね。濡れてる時の金属の上とかはちょっとよろしくないかもしれないですね。そうか、滑るってのはこういうことか。ちょっと歩く時にね注意する必要はあるんかなっていう感じがしますね。さあ、今度はこういった鉄板の上はどうだ。まあこの辺は普通か。この辺は普通だな。こういったマンホールはどうでしょう。こういうのは全然大丈夫。やっぱこういうマンホールですよね。金属のマンホールの上とかは確かにつるっといくと思う。多分結構これつるっとなってますからね。ただまあこれに関しては普通のスニーカーとかでもつるっといったりするんじゃないのかな。まあ僕が使おうと思って考えている用途、キャンプとかですね行った時、もしくは釣りとか行った時のちょっとした防水っていう風に考えると全然問題ないですけどね。アスファルトも問題なかったですけどね、こういったゴムの上も問題はないんですが、
さっきみたいなマンホールとかですよね、ああいったものの上に行くとちょっと滑りやすいんで、そうだな、タイルの上とかどうだろう、ちょっとタイルの上を濡らしてみて、ああまあタイルの上も若干滑りやすいのかな。まあ、今ご覧いただいたようにですね、金属の上だと滑りやすいとか、タイルの上とかだと滑りやすいとかあったりするんで、もしかしたらお店の中とかの床とかも滑りやすいかもしれないですね、濡れてると。まあ、濡れてるとっていう条件にはなるんですけども、濡れてるときはあんまりマチバキっていうのは向いてないのかもしれないです。まあ、とりあえずは、マチバキもいいですが、それは晴れた日に限定するのがねいいのかなと思います。まあ、キャンプに履いていったりとか、アウトドアで履くシューズとしては1900円、十分ね値段も安いですし、使えるもんなんじゃないでしょうか。ということで今回はワークマンのアウトドアシューズアクティブハイクをご紹介しました。まあ、だいぶ前から出てる靴みたいなんで、見たことある人、買ったことのある人いるとは思うんですが、まあ、本当にアウトドア用途と考えればですね、履きやすいですし歩きやすい、この価格であればですね、耐久性はちょっと未知数なんですが、まあ、いい靴なんじゃないでしょうか。そろそろですね、時期的にもワークマンの新作が出る頃じゃないかなと思います。新作を楽しみにしてですね、今回はこの動画はこの辺で終わりたいなと思います。それでは